スラッパー起爆式雷管、スラッパー起爆式雷管は、ローレンス・リバモア国立研究所で開発された、比較的新しい雷管である。この方式は、以前から、ある起爆電強線系雷管の改良型である。金属ワイヤーの爆発的な蒸発によって、直接衝撃波を投射する代わりに、金属薄クの爆発から発生するプラズマが、スラッパーと呼ばれている。 もう一つの細い金属箔を運動させて爆薬に衝撃波を与え起爆させる。この方式は効率が高く電気エネルギーの最大30%がスラッパーの運動エネルギーに変わる。起爆を始めているスラッパーと電気線形起爆装置の図、スラッパー起爆装置のペレット、またはフライヤーは表面のより広い領域に衝撃波を与える。 エネルギーが速報に逃げた場合でも衝撃波は爆薬を塩水状に圧縮して効率よく伝わる。電気線系起爆装置は一点に衝撃波を与えるだけでエネルギーは試算して失われてしまう。そのためエネルギー効率が良くない。起爆電気栓系雷管に比べて以下のような利点がある。金属箔は爆薬と接触しないため化学反応による 腐食の危険がない。爆薬が静電気などで誤爆する。危険性を減らすことができる。従来の雷管のように敏感な起爆薬を必要としないため安定性が高い。スラッパーペレットが高いエネルギーで爆薬に衝撃波を与えるため起爆が確実である。起爆に必要な電源が小さくて済む。この雷管を応用したレーザー起爆型雷管も存在する。 電線の代わりに、光ファイバーをつないで1ワットの個体レーザーで、レーザーパルスを送ることで、金属箔を瞬時に蒸発させ、発生するプラズマでスラッパーを運動させる、方式である。スラッパー起爆装置は、近代兵器と航空宇宙のテクノロジーで多用されている。クーパー、ポール W、エクスプローシブスエンジニアリング、ニューヨーク、ワイリー VCH。 1996 ISBN 0471186368ありがとうございます。